お疲れちゃんです。ラットです。ね、今回はですね、このもう画面にね流れてる通り、先日の OGN 戦ね、まあ、振り返りをね、まあ、やっていきたいなと思います。というわけで、もう早速ね試合始まってるんですけど、まあ今回は 2v2 に僕が出て、あとキングオブヒルにね最後KOH に 1v1 で出たんで、まあ、2v2 からのそのね最後に 1v1 そのままね、まあ、いろいろ話していけたらいいかなと思います。なんで、まあ最初ね 2v2 なんですけど、まあできるだけね 2v2 のね、まあどういうことを思ってやってるとかもやっぱ聞いてほしいんですけど、ちょっと 2v2 興味ない人は飛ばしてね 1v の辺だけでも見てもらえたらいいかなと思います。というわけで、早速ね 2v2 の方いろいろと喋っていきたいなと思います。はい。で、僕たち、まあね、僕らきさん、今のところね、この5勝無敗最強ペア勝手に言ってるんですけど、まあ5勝無敗でね今のところやってきてて、まあ今のところその無敗ペアっていうのはどこの多分チームほぼいない、アジアでは多分今のところもう僕たちだけなんですけどね、もうそういう最強ペアなんですけど、まあ、その強みとしてはなんだろうな、強みなんで強いのとか、正直そんな分かんないですけどね、僕らもそろそろ負けるんじゃねと思いつつ若干やったりしてますけど、まあやっぱかぶりがやっぱ僕ら結構少ない、結構いいところなんじゃないかなと思いますね。はい。まあというわけで、初っ端僕らチゴレ使って、相手がね、ペッカインフェのねスキラっていうね、この見た目ね結構相性悪い、もう見た感じ超絶相性悪い感があるんですけど、まあね言うてもその後衛とかね、この防衛とかねしっかりやっていければ、そこね、ライギさんのスキラに対しての防衛のエリキね、タイミングが完璧でしたね。まあ基本的に相手のスキラに対しては、まあ、スキラを抑える縦線を配置する。で、前のね、相手が橋を当たってくる前をね、しっかり止めるっていう役割をね、しっかり被らずにできれば、基本戦っていけるかなと思います。コトさん。はい。はい、はい、はい。こんばんは。こんばんは。というわけで、で、ここはね、しっかりまあ形作っていきますね。僕たちとしては、まあ、なんだろうな、突破一気にやっぱ大ダメージ持っていくっていうのはペッカとインフェ持ってるのむずいんで、やっぱじわじわねスペルとかうまく使いつつ、この後衛でね結局ゴレはやっぱペッカとかインフェのダウンに溶かされちゃうんで、この後衛のベビドラとかメガゴとかこういうところを相手の後衛のマスケとかはねスペル飛ばして、僕たちの後衛でできるだけね、まあ対空ユニット、空飛んでるユニットで、そうですね、でしっかり、まあ、相手にコストを使わせたりとかダメージをね狙っていきたいっていうところですね。で、ここしっかり端前を止める役割とスキャラをねしっかり止めるっていうのでね、分けてね、エリキを延命、そうダックプリーでしっかりエリキ延命して、このカウンターはまあできない形にはなるんですけど、まあ、で結局ねこれ防衛するんでね、このまま後ろからまた展開していきます。ここはちょっと怖いんですけどね、相手さっきフリーズ多分使ったバックなんで、ここの防衛はフリーズ絶対来ないんで、結構楽にね気楽にね守れますね。まあ、来てもポイズンなんで。なるほど。だから後ろからゴーゲも。そうですね。後ろからゴーゲしてスキャラ来ても相手は振り使った後なんで、一気にね持ってかれることはないんでね。ここはねしっかりインフェルターンにライトニング打って、ここしっかり後衛つけてね、この後衛で攻めるっていうのがやっぱゴーレムを使うのすごい大事ですね。まあ、1v1 もですね、 1v1 でゴーレム使う時もですけど、ゴーレムでダメージめっちゃ稼ぐというよりは結構後衛でねしっかりこの後衛をね刺していくっていう感じですね。正直ライクさんと何話してたかあんま覚えてないですけど、ここは結構ラッキーでしたね。エレキがラッキーワンチャンって言って、あと57でしっかり守ってくださいって話し合ってたよね。お互いも守ってカード回しだけですね。あと、まあ、まあ僕がライトニング1枚だけっていうスペル1枚だけって言ってライクさんがポイズン行きとは思ってるんで、はい、結構これまあまあまあ一緒やね、まあ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 って感じですねいやマジでね、今のとこ負けたことないから、確かにいい雰囲気ではやれてますね。ノリノリがねまあまあここ1試合目そうですね、 VSOGN 原木さんが来た、はい撮ってます。今リで、まあこっからね、まあ、2戦目に入るわけなんですけど、トルネードプラスジョスケは特に話すことねえな、つぶい特に話すことねえな。まあ続いてね、僕らは、まあ、このゴレラのデッキしっかり自信持ってたんで、結構まあ何でもね、だからこのニアイスピが結構あの
味出してて、陸系ね、まあ十分なんですけど、やっぱ 2v2 で今ダックプリとか結構プリンスとかが流行ってて、まあ、それをアイスピでしっかり止めるっていうのはね、結構よくアイスピ使ってるイメージがあるけど、そうですね。なんでまあしかもお互いにアイスピ持ってるんで、アイスピ出すタイミングとかもね被られないように、じゃあ先にアイスピ俺が出すわとか、先にお願いしますっていうのもしっかり声かけ合って、まあ、アイスピ1枚ですけど、その1枚でも被っちゃうとね全然違うんだよね。まあキャラも消すが回しじゃなくて、そうですね、アイスピの一つだけでもどっちが先に出すとかいうの、はい、細かいところはしっかり喋るようにしてますね。はい、というわけで、プレーオフ、うん、プレーオフやっけ、あれプレーオフ、そう、決勝次戦ゲームイズが決まりまして、まあ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 今週今週かな、ね、うん、まあ多分 2v2 はまあわかんないけど、まあ焼き鳥ヒーローペアが来るであろう。まああっちはこうだね。でまあね、 BO5 なんでね、今までずっと BO3、 あの3セットのうちの2セット選手でやってたんですけど、決勝は BO5 なんでね、まあ、2v2 シングルシングルシングルでキングオブヒルっていうのね、シングルが3つ、まだね熱い戦いになると思うんでね、まあ、それすごい楽しみですね。あのトイレの音が入っちゃうかもしれないんで、あのよろしくないですね、よろしくないですというわけで、これは僕たちはまたレントですね。相手はペッカメガナイトラムかなを使ってきたと思いますね。ここはしっかりボブからのこのアイスピーちゃう対戦か対戦かでね、もうしっかりね逆サイをお会いして、このランバーねマジで怖かった。これたまに逆サイ行くんですよね、結構行くんですけど、これはね無事後ろついてくれて、まあ、よかったなって感じで、ここね、まああんまつけすぎずね、つけても逆にコスト使いすぎて変にカウンター食らうのも怖いんで、まあ様子見で、結構様子見でやったんですけど、この様子見なのに思ったよりゴレのねダメージ入ってすごい美味しかったですね。でこの相手の攻めもしっかりね、エレキプリンスからのこのね Y のアイスピですね、 Y のアイスピで僕左側なんですけど、結構コストね余裕持ってね、まあ、Y のエレキと Y のプリンスですね、そうですねで Y のアイスピと Y のメガゴですね、うん、でねもう完璧な1配置からのね、コスト無駄なアイスピですら無駄にねせずにね、しっかりいい防衛してちゃんとねアドを取ってゴール展開してますね。なんでつぶつぶ結構ゴレでペッカに今勝ちやすいわけではないですけど、全然勝てないこともないですね。結構光栄のご両親になっちゃうんですけど、でここでインフェルノタワーにライトニング打つんですけど、ここもワンテンポ待つことで、そうこのベビドラがねちょっと内側に入ってるんですよね、それによってライトニングに入ってくれるっていうね、それはすごい美味しかったですね。でここのまあゴレの爆破は届かないんですけど、ここが怖かったですね、ワンチャンゴリゴリで持ってかれるっていうので、ここフル防衛がないとフル防衛しましたね。ボムを置いてからのアイスピリ1回固めてからのしっかりねエレキプラスのこれまたダクプリの範囲攻撃を生かして、結構防衛しすぎちゃってる感あるんですけど、もう相手のねただ760とかなんで、結構、まあ、スペル圏内というか、まあ、スペル2周圏内には入ってるんでね、もうこっからはスペル削りですね。あと459はまあライトニングとポーズンでおるんで、しかも僕たちねまだ2戦結構余裕をね超絶余裕をねマジ似てるかも、安心してみる、うん、超絶余裕持ってるね。ここでもうしっかりね、あじゃあポーズンってで、ここはもうフルで守りようですね。最後ライトニングがっけ、最後ライトニング、なんか被害心ずっと警戒してたよね。そりゃねさすがに一応ねご丁寧に守って、最後ね僕が6コストで、まあ、ライトニングね打って終わりって感じですね。まあ、2v2 はマジで安定すぎて、まあ、うん、安定すぎましたねというわけでネクストですね。まあ、次ですね、まあ、2v2 なんかね、まあ、序章にすぎないですねはいはいはい、はい、こっからですね、はい、というわけで、まあ、次シングルにテンゴットが出て惜しくもね敗れちゃったんですけど、その後のキングオブヒルで僕が先頭で、というわけでまあね最近ちょっと全く勝ててなくて、ちょっと不調と言いますか、まあ実力全然ねそうなったんですけど、ここでまさかラットかよ、まあ、おめえどうせ勝てねえよそんな声でさすがにさすがにまあまあまあコタの時はあったけどね、
いや、結構みんな厳しい、本当に。で、この、おい、学校学校よ、ね、ビクター選手だったんですけど、ビクター選手はこの試合の前に、キックフ。そう、キックス。キックスは今までキングオブヒルで6勝1敗。キングオブヒルに行ったらほぼ勝つようなチームを3立てして、今、あちあちのね、状態で上がってきたところで、またね、その、リーグの初めにね、また 1v1 で実際にね、やってて、うん、また再戦みたいな感じで、ちょっと怖かったんですけど。その 1v1 は、各館がよね。そう、前の 1v1 で勝ってて、ここでね、また再戦っていうので。おー。しかも、前の試合で3立てしてるってえぐいよ。もう、あちあちの。あちあち。で、こっからですね。はい。マジもう一人だけでも抜きたいと思ってましたね。一人だけでも。というわけで、僕はあの、懐かしいね、あの、エリポンデッキをね、ちょっと使ったんですけど。ここユーゴが走んないね。そう、ユーゴね、ちょっと走んなかったら辛いですね。しっかり、まあ、トルネバンっていうの分かってて、裏にね、飛ばしてきましたね。で、僕はね、相手がリガー飛ばしたんで、もうエリポンですね。美味しい。これめちゃくちゃ美味しいですね。大好き。大好きってわけじゃないですか。で、ここでなんかすることなかったんですよ、マジで。なんか手札的にマジですることなくて、暇すぎて、タルババを工場で受けて。で、ここは、一回雪玉飛ばしてから囲むですね。先に囲む出しちゃったら、アイゴレの爆破を受けて、ワンチャン相手に、ね、そう、雪玉打たれて、突破されてたんで。で、今、ディガーは、まあ、無視ですね。エリポンはいいよ。エリポンは、まあ、シャーなしですね。で、ここに言うのは、正直相手結構きついだろうと思って飛ばしたんですけど、いい感じになんか防衛されちゃいましたね。まあでもここで、また相手はさっきディガーとか使って、まあ回ってくるんですけどね、結局相手高回転なんで、ディガー回ってくるんですけど、で、ここで僕エリポン回ってるんですよ、実際。うん。有能出したんで、ハテナ3枚とエリポンなんですけど、ここでエリポン置いたら、相手にバルーンプラスのディガーでね、攻められちゃうんですよね。で、結局またエリポン壊されちゃうっていうのになって、バルーンも止めれないってなっちゃうんで、一回ね、エリポンを置かずに、ここ30時出すと思ったんだよな、俺。そう。工場から入った。そうそう、工場でね、まあ、一体、相手のユニットか、まあ何かを咲かすっていう工場ですね。で、このマスケの30時のキング前は、まあ、ケツから出した時に、端前に、ね、マスケの前にアイゴレバルーンとかされちゃうと、コストもなくて、防衛できなくなっちゃうんでね。バルーン警戒の高め30時ですね。いや、ここにでもちょっとシャシャったんですよね、マジ。アイゴレにピピピって飛んで。いや、まあ、アガフォリオ。そう。ここの家のマジいらなかったんですけど、結果論で言うと、相手がディガーを抑えてくれてるんで、うん、まあ、良かったっていうふうになりますね。ディガー読みの。そうですね、もうディガーを誘った。ディガーを誘ったっすね。で、ここで相手はディガー使って、僕の手札にはガゴムレがあるんで、うん、バルーンも守れると思って、リモン置きましたね。まあ、アイゴレの後ろにバグーン。そうですね。アイゴレね、うまいよな。3体飛んじゃうんすけど、まあ、しっかり生き玉で守りつつ、このディガーも、ここ、もう俺ここでね、あっ、シャカッと。もうこのエリポンを守った時点で僕は勝ちをね、結構思いました、ね。なんで、あとは、エリポン置くタイミングだけと思って、永遠に意識しましたね。で、この、相手のマスケを自分の低め三重心のマスケで受けれるとすごい有利ですね。結構、その、イモろうと思えば相手に結構イモられちゃうんで、相手にマスケを咲かしてから自分が低めの三重心で相手のマスケを処理したいですね。でもこの辺はもうサイン適当にね振って、適当にって言っていいのかな。まあ気持ち気取りね、そう、この相手のマスケを自分の三重視で処理するっていうこの流れが結構いいですね。この後で、ここで僕はもうエリポン回ってたんで、これマジラットっぽいよね。ここで、で、置く必要ないかもしれないですけど、置かなかった時にもし守られて、そうだよね、あのアド回収されて最後に持ってかれるっていう可能性があるんで、でここでしっかりエリポン置いて、まあ、この後のためにね控えてつつ、また2体のマスケもしっかりね略振りとかで延命していってます。で、また相手はね防衛ディガー使ってるんでね、これまた美味しくエリポン化してもらいますね。もう相手はきついよね。エリポン2個あんのにエリ同じっていう。確かに。で、ここは多分相手はケツ30し読みの8枚アイゴレバルーンでワンチャンを取りに来てるんですけど、一応ね警戒してちょっと待ってから30してんぐらい。で、ここも左に30しか固めてたんですけど、雪玉のノックバックによってセパレートするっていう、まあラッキーですね。まあ狙ってました。あれで、ここはもうね両サイドどっこいしょゲーミングってやつですね。まあ結構相性はいいっちゃいいんですけど、ワンチャン持ってかれるっていうのは、まあ、全然あるよね。そう、初っぱな取られおられて結構イモられるっていうのもあるんでね、まあめっちゃ強いわけじゃないですけど、まあワイナエリポンがうまかったかなと思います。いちいちしてた。まあ、あのね、ほんと30出したってね、エリポンね。あれ置かないで守られると割と、もうワンチャン捕まげるっていう。ね、アドがなくなって。そ
そうなんですよね。まあまあまあ、なんでこのエリポンね、エリポンは素晴らしいっす。エリポンで次に、ダンデライオン選手ですね。シングルの後、そうですね、シングルの後のダンデライオン選手、うちの天ゴットを芝居が、うちの天ゴットが親衛会に、そうですね、芝会に芝会に芝会にしちゃいました。まあダンデライオン選手なんかめっちゃ変な出来使う人なんで、ね、結構なんかやる側としてはなんか厄介、そう、嫌な選手ではありますね、なんですけど、まあ次見てもらえればいいかなと思います。で僕はここで30使って、そのダンデライオン選手がメガナイトスケバルとかなんか細かいのが好きなんですよね。新鋭隊とかメガナイトとかが好きなんで、まあ、30して言った時にもしメガナイト来たら嫌だなと思って、まあ、次はまあ違うね、僕はゴーレムデッキをね持っていくんですけど、まあそちらをねさ出ていければいいかなと思います、はい、さあ来ましたね。ああ言うてこっからいっぱいあるんや。長いなこれ。まあそうですね、先ほど、まあまあ、シングルでは何使っけかっけ、はい、ガンゲライオン。シングルは新鋭と、あ、バルーンだ、バルーン、なんかミニペの、そう、ミニペバルーン、アイゴレミニペバルーンのまあオリジナルの、うん、バルーンデッキと、また新鋭対ロイフグっていうね、まあ、えげついデッキを使ってましたね。まあ最近結構プリンスとかダックプリとか流行ってるんで、うん、結構新鋭対がワンチャンありじゃないのかなとは若干ね、若干ね思ってますね。まあプリプリ環境だったら、まあ、タチ戦とか新鋭隊とかがめっちゃ強いんじゃないとは思いますね。はい、ふぅというわけでさあ2試合目で、僕あのここでさっき1勝したんですけど、うん、この1勝までにですね、シーズン始まって初め 1V1 勝ってたんですけど、うん、負け始めてから今8連敗してたんですよ僕 1V1。あの8連敗してたんですよ。8連敗えげつい、えげつい、初めに3連勝ぐらいして、まあ、次に僕今8連敗してたんですよ。8連敗してて8連敗してても病んでますよこっちの人は。ここ負けやばいね、ここ負けたら俺もう終わるよなと思ってもう死ぬ気でさっきね1本取れて、8連敗はなかなかねすごい一気に時間かかるよね。そうマジでもう死のうかもだ。すげえ持ったけど、そう、うん、8連敗しててやっと1勝できてね、こっちとして結構気分が楽になって、まあ、しかもね次にあとライキさんうん、とみかんさんがいてね、もう負けていい、もう俺は仕事したいと思って一人抜いたからもう俺はいいやと思ってね、結構気楽にね行けましたね。というわけで僕はゴレデッキで、ここあのダックプリされた瞬間にちょっと気抜いて、あの相手に言うの来てマジかと思って急いでタルババプッて、もうよく間に合ったよね、超絶急いでそうやったからやばい間に合わないと思ってギリ間に合ったんですけど低すぎて言うのダメできちゃうっていう、ちょっとねちょっとあの気抜いた部分がありましたね。でこれでも僕のこのデッキ超絶利口いんですよマジで。相手はこの工場のタイム結構よくて、ダックプリとタルモの達成もされてるから普通に考えて陸ねえだろっていう工場なんですけど、うん、エレキ出てきてえっていう、この陸しかない、ベビジャラとかだったら、ね、割とだるかったもんね。そうですね、なんですけどもうこの陸マシマシゴーレムデッキっていうので、なんかたまたまいい相性が引けたかなと、まあ、ここ見てもゴーゲムってあんまり思わないんじゃないかな意外とこのサブだけだと、うん、確かになんか何のデッキって感じ、ビジャポイカーぐらいな、うん、ワンチャンチャイカーぐらい、うん、これ分かってました、僕これって、これいや俺だって聞くもん、夏何使ったんって確かにそうだ、あのそうだな、確かに聞くわ。この7枚見たらでもラットが前ゴレ使ってたから、多分結構コメントとかではゴレかなとかありそうだけど、でもただ見ただけじゃ分かんないし、試合野球コチとかは難しい、うん、相手もなんだろうって、もうね、でも相手の工場ランパイなんて結構陸で攻めるデッキにダックプリタルポポタツセンエリキっていうね、ガンメタですねでこれゴールムさえ行った時のこの逆サイが怖いんですけど、うん、もう僕もなんかこれダックプリハイかなタルババハイっていうでしっかりね、もう分かっけか、相手縦線闇のタルババとかしてるんですけど、僕も縦線でね、もう、低く、低く、もう何も怖くなかったですね、これもう陸の受けがありすぎて余裕でゴーレム展開できてって感じで、ここはまあ、インドラを溶かすことは僕はねできないんですけど、まあ、生き玉のノックバックでしっかりねダメージをこう稼いでいきますね。
よかったね。でマジアッチをポイズンでしっかり処理して、でここね本当にインドラを結構延命されるとこんな感じで辛いんですけど、メガゴが数発殴って結構ミリ残りだったのがね結構美味しかったかなと思います。これまでユニット合わせてこのねちょっとイチャイチャしてる時にこのメガゴでねインドラをこっそり処理するっていうのは結構いいですねで相手後ろから組んできたんで、このまあシンプルにインドラとかマジアチャはちょっと残られるとワンチャン持ってかれるユニットなので、しっかりポイズンでね処理していきます。まあ、エレキプラスのポイズンでインドラが処理できて、ここはちょっと怖かったですね、マジアチャいて。なんでここはまあ緊急ね、緊急鉄壁ゴレでなんかもしユニットで受けてマジアチャのねこの攻撃とかで縦線とか処理されてっていうのが怖かったんで、インドラっていうかゴレで受けましたね。でここも美味しくポイズンでマジアチ処理とインドラにダメージ与えて、もうこのゴレは正直攻める気はなかったですね。僕もダメージリード取ってたんで無理にその攻める必要がなくて、まあ守れば勝ちっていった形だったんで、まあ無理に攻めるというよりは結構イモってましたね。もうこの辺は防衛もそう、もういい、この強はめっちゃいいよね。いい強、左の方がやっぱダメージ受けてるね。こう右は他にユニット出さずに相手ダメージ受けてね。でこのマジアチも正直ポイズン打たなくていいかもしれないんですけど、見てる側としては、うん、でも僕としては結構することがなくて、じゃあなそうワンチャン持ってかれるで、やっぱしっかりね丁寧に負け筋潰すって感じ、負け筋を、ケンツがよく言ってますね、負け筋を作らない負け筋を作らないっていうやつですね。でここはゴレ受けしちゃったんですけど、そう、まあ、これインドで焼かれるやんと思ったんですけど、僕ではもうインド普通に雪玉でノックバックっていうのはもうここはもう見えてましたね。いや、見けけとか分かったよ。あれ何してんのと思った。すぐ攻撃。もうちょい低めでも。確かに。もうちょい低めでもよかったですね。でも、ここもまた永遠にポイズン削りしてますね。で、また陸は何でもいるんでね。ポイズン削りしつつ、守るだけ。そう、守るだけっていう。まあ、結構いい相性を引けたんではないかなと思いますね。で、この辺もね、しっかり陸でね。もう陸しかいないんでね、僕は結構。余裕の防衛からの危ない場面が一個もなかったね。落ち着いてに気がありますかね、うん、ありがたいっすねありがたいっすね。マジこの時マジ嬉しかったっすね本当に。だから8連敗っすよ、わかります最初めっちゃ調子良かったもんね。本当にマジでここ負けたらもう試合出れねえかもしれないっていうこのなんかね、うん、8連敗はえぎちいな、考えたらいいね、うん、メンヘラなるよ、メンヘラ考えただけでもう恐ろしい、うん、俺もう潰すだけかなって思っちゃうですからね、結構。でもね、本当に勝ててよかったと思いますね。で最後に TNT 選手かと思いきや、まあ、TNT 選手が1試合目でね 1v1 出て活躍して、うん、多分まあ温存というかまあ体力の消費があったっていうので、まあそう出てこなかったのが決勝見据えて、そうですね、うん、決勝見据えてたまたまいなかったのがね、ちょっと、まあ、ラッキーっていうのは若干ね、若干ね、ありましたね。俺も言ったあれ鬼ラッキーだったね、まあ、TNT 選手といえば、まあ、アジアトップレベルの 1v1 最強プレイヤーなんでね、その選手がいるとまたね、ちょっと変わってきたかもしれないですけど、まあ、結果変わってたんですけどね、僕はで最後にサンダー選手ですね。1V はそんな出てないけども、成績言うて悪くないですね。まあ、5分、ミシーパー基本は 2V のプレイヤーが、そうそう、まあ、ずっと 2V 出てる全試合が来るね、うん、選手ですね。もうここね話すことがなくなるマジでこの時本当にそう、3つ目のデッキを、うん、僕あの 2V2 で5個デッキ準備してて、うん、まあ、1試合そう5個準備してて、で KO1 の1番目の時にデッキ作るじゃないですか、うん、で 1v1 のデッキ1個、僕あの組むの遅いんですよ結構、だからもう1分で1個くらいなんですけど、基本だから1分で初めの1試合用に1個作って、2試合目用に1個作って、で3試合目用に3個目を作ろうとしたんですけど、なんかサンダー選手これ使ってたよとかいろいろ言われてえ、じゃあ俺が3個目に使おうとしてた時ちょっと相性悪いやみたいになってえみたいな、作れんみたいになって、なんか結局ねその3個目で結局作れなくて、焦って作れなくて、この1個目に使って30C をねちょっといじっただけっていう
ちょっといじっただけっていうね、結果にちょっとなったんですけどね。まあ三子はちょっとまあめっちゃ得意ってわけじゃないですけど、まず結構自信がまあある、まあ、まあ、若干自信があるデッキなんで、見てて安心できる、まあ、エリポンに解くだけっていう結構単純な作業なんで僕が結構好きですね。だっていつも三十歳だし手離すもんな。いやそれ結構言われるんですけど、あんま気づいてないですよ僕らしたら。僕らしたら気づいてないですね。最後そう、ちなみに三子ですね。三子大学リュウノからの多分三子でパパパンで出したと思うんですけど、これでも手離します最初。いや覚えてない。あ、まああれだ、あのヘッドホン、ヘッドホン調整ぐらい。まずまず、ね、まずまずはヘッドホン調整。で相手はロイジェイですね。ロイジェイは、うん、まあ得意、結構得意、ロイジェイとかバルーンとかが得意な選手で、ここでもうロイジェイデッキって分かってて、エレキもベビーもオーブンも咲いてて、ガゴムレ処理できんやん。ガゴムレどうするんのボットじゃないですか。だからもうガゴムレポンって飛ばして、そしたら思った以上にダメージ入って、これマジで美味しかったですね。だっていやよくこんな、ね、こんな崩れとヤンキーやん。えだって、もう俺もそのガゴムレ飛ばしたみてよ、エレキとオーブンとベビーラないっつって、そうガゴムレメタのやつ、え全部咲いたくねと思って、ガゴムレ飛ばしてもこんなダメで結構ワンチャンいけるんじゃねと思いましてね、まあ、ここの時点で俺で適当にまあ家の飛ばして、でここのエレキは、まあ、左側の方がね削られてるんで無視して、でこのディガーでね、この逆サイタワーから殴られない位置のディガーでね、オーブンをしっかり処理していきます。この位置だけですね、逆サイディガーから、逆サイタワーから多分殴られる。ここはもう待ち、そうです、ここはちょっと相手の出方を待って、ここもあの相手のスペルがライトニングだと思ってたんで三子固めたんですけど、この瞬間にライトニング打たれると三子三手飛んじゃうんですよね。テン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 、けど打たれなくてちょっと、まあ、ちょっとラッキーでしたね。でここ打たれて、やべ三体死んだって、やばいちょっとなんかぼーっとしてたわけじゃないですけど、なんかそう結構まあ若干ラッキーが重なってましたね。でもこれ僕あのあと2枚で1枚なんだっけ、1枚雪玉か、でもう1枚が多分試合終わるまで出なかったんですよね。出なかった、もうこの辺はちょっとあのリーガー削りしてますね。でこれ三子固めて、もうあとこれ飛来心するだけでね、相手ライトニング今打とうって思うんですけど、飛来心が怖くてなかなか打てないですね。多分まだ回ってないから、この辺も適当に固めて、もうハサミハサミで三子無限延命ですね。でここでまたリーガー削りですね。これもまあなんか来るでしょう、雪玉。でこれ最後の1枚はね、まあ、まあ言ってもやらなくてもどっちもいいんですけど、まあって感じですね。言います。まあいいかな。いいっすか。じゃあお楽しみでってことで。というわけで、あのね、8連敗中の泥沼男が見事3連勝しましたよっていうわけで。素晴らしい。本当に良かったですね。で、まあ次、プレーオフ決勝が、ゲーミズ。今週土曜日。まあね、あちあちの試合が多分、勝手にあちあちになると思うんでね。ぜひね。確かに。楽しみにしていただければいいかなと思います。というわけで今回こんな感じでね、終わりにしたいと思います。はぁ、あ、では、はい、そんな感じでお疲れ様でした。